鹿児島本線の車窓から見た田原坂付近の風景。田原坂は、熊本県熊本市北区駅町と洋歌一帯の地名。西南戦争の古戦場であり、国の史跡に指定されている。また同地にちなんだ民謡の曲名でもある。西南の役の断魂が残っている断魂の家。隣には、資料館がある。筒子や桜の名所として知られる美しい公園である。 園内には、西南戦争時の激戦の後を残した資料館があり、王子の戦いを知ることができる。また近くに、官軍墓地がある。民謡はこの戦いを歌ったもので、日露戦争当時に、四季紅葉のため作られた。また、この場所は、金浦山形立自然公園に指定されており、2013年3月には、西南戦争遺跡の一部として、国の史跡に指定された。 映画ラストサムライのクライマックスの峡谷は田原坂吉次峠の戦いがモデルになったと思われ劇中の風景が田原坂に似ている西南戦争を歌った民謡俗謡として田原坂豪傑説がよく知られている両者は文句が共通で不死が異なる大正期に熊本留吉がレコードの両面に吹き込んだのが最初で 当初は括弧内のタイトルを用いていた。タイトルの通り、田原坂が元歌で、豪傑説は元歌を三元帳にアレンジしたものである。その後、田原坂は一月、赤坂小梅等がレコード化し全国的に知られたが、一般に豪傑説の方がより流行し、山村豊子、赤坂小梅、新橋、梅久し、新橋、清造など多くの歌手が、 レコード化している。戦後には、豪傑説をモチーフに作られた、雨の田原坂という歌謡曲も作られ、かぐら坂は、向こうが、レコード化してヒットした。また昭和40年代には、元は、早いテンポで歌われていた、田原坂のテンポをやや落として弾んだリズムにし、温度風のアレンジを施した、田原坂を、赤坂小梅が、レコード化し、 盆踊りや市街地の流し踊り等で盛んに流され、流行した。田原坂、止め吉や、道奴のレコードでは、アラを挿入して歌っているが、赤坂小梅の温度調のアレンジでは、アラを省いて歌っている。合傑説以下、歌手は共通。上記2曲に比べると知名度はやや劣るが、戦前には、大長三説という俗用も流行し、山村豊子。 赤坂小梅らによって、レコード化された。小梅は、体調ん節に信号結節を接続して歌った、音源も残しており、豪結節のタイトルで発売している。体調ん節今度の戦争にはどうでもいこたい答えいかなきゃ、おいらの身が立たぬわら、しょかしょかね、どうしょか体調んまただ一発だね、どうしょか体調ん、しょかしょかどんどん、田原坂は、植木町にある、 熊本市立五霊中学校の卒業式で歌われることが伝統となっている。元はジンバではなくジンハネすなわちジンバオリ折であった。雨でジンバオリンが濡れるという内容である。ジンバネがジンバと誤解されるようになったのは日露戦争後である。ありがとうございます。